韓国党官府は第二次日韓協約に基づいて大韓帝国の外交権を掌握した大日本帝国がハンスンに設置した官庁である。正式名称は党官府。明治38年12月21日、韓国に党官府及び理事長をおけくの元に基づいて置かれた。初代韓国党官は伊藤博文。明治十三年十月一日、韓国併合により、 大韓帝国政府の組織と統合の上、朝鮮総督府に改組された。明治40年時点明治40年時点明治38年時点、韓国東刊は韓国に中東する軍の司令官に対する指揮権を有していた。そのため、文官の伊藤博文が就任して指揮権を持つことには、現地司令官、長谷川義道や元老、 山形有友が難職を示したが、明治39年1月14日に、明治天皇は、参謀総長、大山岩尾、陸軍大臣、寺内正武に自ら直後を与えて、伊藤の権限を認めた。これにより、大日本帝国憲法下で唯一文官が、軍の指揮権を持つ職となった。なお、伊藤博文、曽根荒助と文官の統監が2代続いた後は、 朝鮮総督も含めていずれも武漢が就任している。東韓府の地方機関として、韓国内7カ所に理事長を設置し、理事官及び副理事官を配置した。理事官は従来領事が行ってきた業務のほか、次の権限を有した。ありがとうございます。